って、体は大きいもん。体のように見てしまう。あんまり魅力的な子はいない。世の男性を取り込みして、好きな人にしか見せないような顔を。こんにちは、サイソンカズヤです。引き続き、熊田曜子さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。熊田曜子です。よろしくお願いします。結構いろいろ話してきて、うん、今回のテーマが最後。うん、最後。そう、はい、悲しいよね。またさ、お家お邪魔した時に。普段スーツじゃないからね。そうそう、普段はね、半袖短パンで、ね。真冬でもね。びっくりするのはすごい愛妻家だから、うん、パンツが奥さんの顔写真になってて、いいでしょ。そんなことあるんですか。そう、あとは、もう運動会とかね、なんだあの格好と思ったら、家族の写真用 T シャツ。本当にいいパパなんです。熊田曜子はグラビア界ではレジェンドだと思うんだけど、その熊田曜子が思うグラビアアイドル現役 OB 含めて、この人はすごいっていう人を3人挙げてもらいたいな。うん、いっぱいいるけど、パッてやっぱ今思い浮かぶのは星野亜紀ちゃん。おお。グラビアって鮮度が命だと思って。で、若ければ若いほどいいし、デビューしたての子の方がイメージしやすいでしょ。男性が紙面を見た時にグラビアの醍醐味って、あ、この子ってこんな声かな、こういうことを喋るのかな、こういうバックボーンがあるのかなって想像して、自分の好きな子にイメージさせるっていうのが楽しいと思うの、グラビアを見てて。で、やっぱ若い子が男性好きな人が多いから、やっぱグラビアって若い子が多くて、デビューするって言っても18以下とか、まあ、せいぜい伸びて20以下だったのが、星野亜紀さんがブレイクしたのが28だったので、28でブレイクなんて今までなくて、で逆に亜紀ちゃんは顔が幼くて、で体はものすごいボキューボンで、そのギャップもある、なんか28っていう、そこでもう28を武器にしたのよね、自分を売りにして、28だけど星野亜紀ですみたいな感じでもうブレイクしたから、亜紀ちゃんがグラビアの年齢層を上げてくれたの。でその後に壇蜜さんとか橋本まなみちゃんとか、ちょっとお姉さん系でもいけるってなって、今は30代のグラビアアイドルもいるっていう、だからそのグラビア業界の年齢をギュッて上げてくれたのが星野亜紀さん。おお、すごい、うん、レジェンドですね。2人目、2人目は仲良くさせてもらってる磯山さやかちゃん。磯山さやかさんのが実は芸歴も長くて、21年目か2年目と、昔からグラビアもやってるし、バラエティもやってるし、ドラマもやってるし、情報番組もやってるし、とにかくマルチなの。磯山さやかちゃん MC もできるし、ひな壇もいけるしって、もうとにかく器用で、であんだけ器用にできて、自分のこといろいろさらけ出してると、みんなもうグラビアって見飽きちゃうと思う。磯山さやかがどんな子かもうみんな知り尽くしちゃってるから、でもやっぱりグラビアの磯山さやかは一枚の写真から伝わるものもすごいあって、もう絵画のように見てしまう、そのぐらい魅力があるから、磯っちはきっとずっとグラビアができる子だと思うな。20年以上やっててグラビアがあんなに魅力的な子はいないと思う。それ陽子ちゃんから見てもそうなんだ。うん、だから磯っちがグラビアやってるの見て感想を言うの、 LINE で、この写真がどうだっていう、でカメラマンさんスタッフさんも見て、誰々とのコラボだからこの顔ができたねとか、お互いその意見交換みたいなのを。3人目は、3人目は井川遥さんです。おもうね、見てらっしゃる方、井川さんがもともとグラビアやってたっていうのをご存じない方もいると思うんですけど、井川遥さんも世の男性を取り込みして、私がまだグラビアデビューしてない時に、家族に対してグラビアがやりたいって言った時に、こういう人になりたいってこたつの机の上に並べたのが井川さんの写真で、その時ヤングマガジンとか表紙をやられてたんだけど、この方はグラビアもやってるし、こういう仕事もやってるしっていうのを母親にすごい説得して、ヤングマガ出させてくださいっていうふうに。井川さんが特徴的なのは、今みんな目を大きくするためにマスカラパン塗ったり、目ビューラーで上げたりするけど、寝起きのような、好きな人にしか見せないような顔をグラビアでできるっていう。よく見るとね、何にも化粧してなかったりするんです。まつげも下りてるし、で泣きそうな顔とか目が潤んだ表情とかもできるから、ここがもう女優さんだなって、グラビアの中で演技してるんだなっていうのが分かるぐらい。そうなんだ。最後に、現役でこの人が売れるんじゃないかなっていう人を一人。難しい。もう
売れてるよって人しか知らないもんな。その本当に初期の子は分からない。じゃあ熊田曜子が会ってみたい子、うん、会ってみたいグラビアアイドルの子は馬場ふみかちゃん。おー、まあノンノのモデルもやってて手足も長くて、うん、で胸もあってくびれもあってっていう本当にお人形さんみたいな子で、私の理想とするのは水着も似合うし洋服も似合う子だから、うん、まさに完璧完璧。顔も男性が好きな柔らかくてちょっと日本人も好きなちょっと幼い感じ。あ、じゃあ熊田曜子が今会いたいのは馬場ふみかさん。会ってみたいです。 ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の最高スコープ常識外のものを武器にしていこう。